こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はいつもとはちょっと様相が違って、この景色、大分県別府からお届けします。そしてこの後私は講演会がありますので、ちょっと私の装いもいつもと違った感じでお届けします。はい、今日はですね、私のネイル、爪の話をしたいと思います。頑張らんでええです、適当でええです。これね、今日講演会なんで、昨日家で真夜中にせっせっせっせと自分でジェルネイルをつけたんですけどねそもそもですね、私ね、ずっともう助産師を24年かなやってきて、赤ちゃんを扱う仕事で、ママのおっぱいとか、その妊婦さんのお腹とか、すごいデリケートなところを扱う仕事なので、爪はこれ、まあいろんな職種でね、爪伸ばせない職種ってあると思うんですけど、私も伸ばせなくて、もう深爪やんっていうぐらいいつも短く切り揃えて、もうネイルとか絶対つけれないっていう手を24年5年ぐらいずっとしてきたんですね。でずっと助産院バブバブにママさんたち来ていただいて、妊婦さんのお腹触ったり、赤ちゃんに触れたり、おっぱいマッサージをしたりっていう仕事をずっとしてきたんですけども、いよいよちょっとね、観光で、ね、来られる方が増えてきてしまって、ちょっとこう LINE してもらう時に、他のその患者さんとかお客さんたちにご迷惑がかかってしまうっていうことが起きてきたんですね。まあ、状況は変わっていくね、時代は流れていくしね、いよいよもうこう LINE していただいて直接施術をさせていただくっていう形は、もうそろそろ卒業で次の段階ステージに立っていかないといけないんじゃないかというスタッフのね、お話、話し合いがありまして、で本当に苦渋の選択というか決断だったんですけど、私にとってはやっぱりおっぱい触る、赤ちゃんに触れる、妊婦さんの中見るっていうのって、やっぱり助産師としてやりたいことやったので、それを一旦やめるっていうこの選択、すっごい自分の中では深かったし、重かったし、なんか申し訳ない気持ちもあるしっていうのでしんどかったんですけど、いつまでも過去に縛り付けられててもダメなのでね、やっぱり前を向いて次の段階に進んでいかないと、世の中は変わっていく、時代も流れていく、その時代に流動するものに乗っていかないといけないなと思いましてですね、本当につい先日、いよいよ助産院バブバブでのラインケアっていうものをやめたんですね。はい、すごく大きな決断でした。で、まあ、こうやって YouTube であったりとか、あとはウェブ相談であったり、オンラインでね、そういう形で活動していくっていう方向に切り替えていこうということになったんですよ。すごくそれは辛かったし、なんか後ろめたい気持ちがあったし、だったんですけど、良かったことがあるんですよ。私、そもそもですね、今日もこの髪型とかもこれ自分でね、やってるんですけど、可愛いでしょ？どうですか？シニオン、お団子ね。でこれのこういう感じとかはい、これとかなんかね、好きなんですよ、こういうのが。でこういうのも好きだし、好きなんですよ。実はネイルも ずっとやりたかった、好きなんですよ。で絵を描くんですね、私。料理も好きだし、絵を描くのも好きなんです。私の赤富士とか見たことあります？陣痛中に描いた赤富士ね、見たことない人ぜひ見てみてほしいなと思うんですけども、絵を描くのもすごく好きで、でネイルもね、絵を描くのと一緒なんですよね、私の中では。こうグラデーションにしてみたりとか、もうお絵描きなわけですよ、自分の爪でね。すっごい好きで、ずっと25年間ママたちのおっぱいや赤ちゃんも見てるからこそ、これはできなかった。そのケアをやめるっていうことは、もしかして私ネイルで遊べるんじゃないのってなって、うわ25年ぶりにってなって、ほんでせっせと今爪を伸ばしてね、でこうやって可愛くねやってみたんですよね。これほらほらほら、かわいい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 、あーかわいい。もちろんね、今時こうネイルサロンっていうのがありますから、サロンに行ってちゃんとつけてもらったら、もっとクオリティも上がるし、もっとテンションも上がるのかもしれないんですけど、なんせちょっと忙しくて、ネイルサロンに行ってる時間はない。でも絵描くの好きやしっていうことで、まあクオリティは落ちるけど素人だし、でもまあこうやって自分で楽しむっていうのでもいいのかなと思って、週に1回ぐらい夜な夜な撮ってつけてっていうのをね繰り返して、今ネイルをね楽しませていただいてるんですね。一
一昔前はねネイルしてる人の方が少なかったかなと思うけど、今もなんかファッションの一部みたいになってますよね。なんかねあのネイルサロン行ってすごい可愛い爪の方もたくさんいらっしゃるし、今日もあのホテルでね泊まってたらあのスタッフの方がすごい可愛い爪だったんですよ。え可愛い見せてくださいって見せてもらったら、なんか赤と緑のラインが入っててクリスマスだからクリスマス仕様にしてみましたとか言って、いやほんまやめっちゃ可愛いとか言って爪で盛り上がってたんですけど、他人のそのネイルを見ててもすごくテンションが上がる。で自分はしないけど人のネイルを見るのは好きだっていう人もいらっしゃったりしますよね。はい、自分はしないんだけどってね。まあ男性受けっていう意味ではネイルってあまりこうゴテゴテいろいろこう石ストーンとかが乗ってたりとか、ギラギラのね あとは蛍光カラーとか派手なネイルっていうのはあんまり男性受けをしないみたいなんですけど、でも私たち女性はその男性受けをしたいからネイルをつけてるわけではなくて、モテたいからじゃなくて、自分がこう何の気なしにふっとこう指下げてこう目に入るんですよね。字書いててもふって見えるし、料理しててもふって目に入るし、私ブログ書いててもふって目に入るし、こうやってトークしててもふって目に入るんですよ。目に入ったこのネイルが可愛いとそれだけでテンションが上がる。あ、可愛いってなる。もうこんなんだけでハッピーになれる女性って単純ですよね。まあ、そういう意味でこう誰に見せるっていうわけでもなく、自分のモチベーションを上げるためのネイルっていうのはすごい素敵やなと思ってね。まあ、あまり興味ないよっていう人もいらっしゃるかもしれないんですけど、私はもうすごいもうなんか、はあ、可愛いって毎日これを見てねニヤニヤしてるんですけど、まあ25年ぶりということでこんな日が来ると思いませんでした。おっぱいマッサージをやめること、赤ちゃんを見ることをやめること、妊婦さんのお腹触れることをやめること、そしてお産を取ることをやめること、こういう決断っていうのは助産師としてはすっごく大きい決断でしたし、助産師なのにそれをしないならじゃあ私は何なんやろうっていうところですごくモヤモヤがあったんですけど、もう半年ぐらい実は悩んでたんですね。だけどやっぱりほんまでさっきも言ったように時代は流れていくし、流動していくこの世の中にいつまでもしがみつくんじゃなくて前を向いてどんどん乗っていく、変化していく、うん、それに幸せを見つけていかないといけないんだなっていうところを一生懸命自分の中でそうやでひさこってね、でマークも背中を押してくれました。すごい私渋ってたよね、なんかね、そらやめれない、感慨深いっていうかな、うん、な深い深い、もう僕では到底わからないそのママとの直接の関係っていうのを積み上げてきたよ。そう、それ見てきたから、それがなくなるっていうのはね、やめとは言いにくいし、ひさこの判断に任せる、うん、そう、もうもんもんと考えた、任す、丸投げじゃなくてもうそれは大きすぎて、うんうん、でもそれをやめたのは寂しかったけど、これこれでハッピーになれるっていうこんな小さな幸せも見つけれたし、それも男にとってはようわからん。そうでね、マークはでもね優しいんですよ、多分ね男性だからわからへんでしょ、これわからんよ。でもそこを見てふふんってしてる顔、車でも横に乗っとって下見ながらふふんとしてるその顔、うん、その顔を見とったら幸せやねんな、いいなって思うよ、うん、だから可愛いな、そう可愛いなって言ってくるんですよ、うん、爪塗り替えるでしょ、そしたらね普通そんなん男性見えないと思うんですけど、マークはそこに意識を持ってくれて、私が好きなもの、私が興味のあるものにそこに共感してこう一緒に可愛いなとかって言ってあげると、私たち女性はテンションが上がるんや、愛されてるっていう実感になるんやっていうことをね、マークは勉強して学んだからね、勉強して学ばせていただきました、勉強して学んだ、勉強がなしにこれはその一言は出せません、うん、でもまあ勉強してくれてでね、興味はないはずなのにですよ、これほんまに可愛いって思ってるかったら多分それも分かってないんですよ。だけどそれ私もそれも分かってるけどね、でもあ、ひさこまた塗り直した可愛いやん今回のネイルとかって興味を持ってくれて、それを褒めてくれるんですよ、めっちゃ嬉しくて、でも興味ないんやろうなって、無理やりそれをなんか興味あるみたいに言ってくれてんやろうなとかをそう思うねんけど、でもそれはそれでこうなんか旦那さんの愛なんやろうなと思ってね、そんな風に一生懸命あの意識をこっちに向けようとしてくれてる、私の好きなものに共感しようとしてくれてる、その姿勢がすごい嬉しいなと思って、でネイルが可愛いしマークが可愛いって言ってくれることでさらになんかあの気持ちが盛り上がるっていうことを、おっぱいマッサージをやめたことによって、 LINE ケアをやめたことによって、そういう些細な幸せを私は今味わっているんですよ。はい、どうしようかな、そのうちネイルサロンも
チャレンジしてみようかなとか思いつつ、今のところ自分で塗るっていうので我慢してるんですけど、はい、これまたネイルサロンとか行っちゃいましたみたいな、なんか新しいことまたやらかしたらここでお伝えしたいと思います。はい、で興味ない人もぜひ一回これネイル一回やってみて、やってみて、ほんまに可愛いから、女性可愛いも好きじゃないですか。子供見ててもうちのトトちゃん6歳、2歳のネネちゃん、3歳のリリちゃん、みんなもうやっぱ女の子はキラキラした光るもの大好きですね、可愛いもの。うん、で私がつけてたら塗ってとかって言ってきたりもしますけど、ちっちゃい女の子たちもやっぱ好きだから、これはもう本質的に女性ってそういうもんやと思うんですよ。なので、うん、騙されたと思って皆さんぜひ一回ネイルちょっとつけてみてください。はい、むっちゃテンション上がりますので、はい、ぜひこれおすすめでございます。はい、25年ぶりの私のネイルのお話でした。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。